シャルル・ド・グルーは、ベルギーとの国境近くのフランスの町に生まれた、画家である、ベルギーで活動した。仮想階級の生活を描いた、写実主義の画家で、コンスタンタン・ムーニエや、ウジェイ・グラ・アルマンスといった、ベルギーの写実主義の画家の先駆けとなった、ノール県のフランスとベルギーの国境の町のコミーヌで、生まれた。1833年に家族とベルギーのブリュッセルに、移った。 何とかベルギーの市民権を取ろうとしたが生涯を通じてフランス国籍のままであった。ブリュッセル王立美術アカデミーに入学し、1843年からフランソワ・ジョセフ・ナベスに学んだ。1849年に結婚し、1851年に1年間、デュセルドルフで学んだ。1853年に酔っ払いとその家族を描いた作品で成功した。 有名なベルギーのイラストレーター、フェリシアン・ロップスが創刊した風刺週刊誌、ユーリン・スピーグルのイラストレーターを務めた。この頃フランスの写実主義の画家、ギュスターブ・クールベと展覧会で会い、影響を受けた。1856年に設立されたベルギー王立水彩画家協会の会員となり、1868年に自由美術協会の会員として活動した。 自由美術協会は、ブリュッセルを拠点に1876年まで、活動した。政府からヤンス・ウェルツやゴッドフリードがフェンズ・ラといいペルの、歴史的建造物、医療会館の装飾の仕事の依頼を受けたが、その仕事を完成させる前に44歳で死去した。息子のアンリ・ド・グルーは、象徴主義の画家として知られる。ありがとうございます。